キリスト教東方教会正教会アレクサンドリア、総主教庁キリスト教東方教会東方諸教会、非カルケドン派正教会、コプト正教会アレクサンドリア、総主教庁正教会のアレクサンドリア総主教長、アレクサンドリア総主教長は、パパアレクサンドリア総主教の機関、座所を言う。アレクサンドリア総主教は、現在二人いる。また、カトリック教会に、 アレクサンドリア総大司教がいる。古代五司教座の一つ、アレクサンドリア教会の流れを組む。長くエジプトのアレクサンドリアに置かれたが、現在の所在地はカイロである。ギリシャ正教のアレクサンドリア総主教も、コプト正教会のアレクサンドリア総主教も、いずれもパパの称号を有し、その称号はアレクサンドリアおよび全アフリカのパパ並びに総主教である。なお、パパは、 教皇と訳されることがあるが、教皇は日本のカトリック教会におけるパパの日本語訳であって、日本正教会ではあまり用いられない。初代アレクサンドリア主教が誰であるかは資料により異なる。福音記者マルコであるとする資料と、マルコが宣教し、初代主教を認じたとする資料の2種がある。いずれにせよ、ギリシャ正教側もコプト正教会側も、福音記者マルコを 初代アレクサンドリア総主教に数えている。また、東西教会の分裂以降、ローマカトリックの参加に、アレクサンドリア総大主教座とコプト天霊の総大主教座が存在する。アレクサンドリアのパパ、総主教セオドロース2世。リアサを着用し、黒ブークをかぶり、パナギアを身につけている。ギリシャ聖教とも呼ばれる、聖教会のアレクサンドリア総主教は、 ほとんどのバイギリシャ人が務めており、コンスタンディヌーポリ全地宗主教との結びつきのもとに、ある。アクレサンドリア宗主教長は、活発に、アフリカ各地及び、マダガスカルに選挙活動を行い、一定の成果を上げている。現在の教皇アレクサンドリア宗主教は、セオドロス2世である。コプト正教会の現アレクサンドリア宗主教タワドロス2世。コプト正教会は、 カルケドン公会議から生じた日、カルケドン派の教会である。コプト正教会の現在の教皇、アレクサンドリア総主教は2012年のシェヌーダ3世の死去に伴い同年に選出された第118大教皇のタワドロス2世である。ありがとうございます。